今日はなんて日だ。見てください。この魚を、伝説でもないけどもね。俺一人で持てねえわ。赤マンボウ。約40キロの赤マンボウ。今回は約40キロの赤マンボウでございます。腕折れたかと思った。この前動画で10キロ以上のもんやらないんじゃなかったのって。違うのよ。これいろいろあって、そもそも赤マンボウってそんなに入ってくる魚じゃなくて、当日の朝7時ぐらいに赤マンボウ入ったよって連絡が来て、もちろん俺も一人で捌くわけじゃないから、いろいろね、呼んだ結果、誰も予定が合いませんでした。で、俺はもう先走ってさ、もう、わかる。購入手続きをしちゃってるわけよ。どうなると思う？そうだね。一人で、やれと。ぶっちゃけ、キッチンで捌くの無理なんで、まあ、シンクで頑張ってたわけです。まあ、でも、捌ける術はあるので、捌いていきたいと思います。小さくしないとまずお話になりませんので、まずね、ここを T 字に切って、半身にしていく状態。に入る。でも意外と身はスーっていくね。ああ硬いね。ほ結構柔らかいタイプのここだね。大体ね、こういう感じで、切れ目を入れたのでね、こっから下ろしていくわけだが、多分デバよりももうこっちの包丁の方が多分やりやすいのかなぁ。赤マンボウは。あ、でも、おぉ。まあ多分ここら辺はね、ヒラメみたいにすれば、なんとかなるかな。はい。じゃん。パッと見マグロでしょ、マグロ。やば。匂いもマグロだね。どうなってんの、これ。下の方がね、あの身がねついちゃった。まあこれはしょうがない。難しいな。確か真空の中だけでさばくのは無理だ。よし、ここか。ここがね、一番美味しいらしいよ。よし。赤マンボウ生。いや、普通に釣るだろう、これ。これやってもまだ重いか。これで捌けばよかったんだ。そうすると、ほっ。おお。よっこらせ。
ます。多分ね、1回目よりか、半面よりかはね、さばきやすくなってると思うので、はい。ここまでは OK。 もはや浮いちゃってるけど、ここら辺はヒラメのおろし方と同じでいいのかな。赤マンボウはね、ここの油が美味しいらしいんだけど、あんまり食べ過ぎてもね、お尻からそのまま油が出るんだって、ここが。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほっ。ほっ。ほっ。大トロって出しても絶対わかんない。赤マンボウの口。ははは。で、できました。これが頬肉で、赤身肉で、これが頭の部分で、こっちが多分大トロとかの部位の部分。お刺身の醤油をかけていただきます。頬肉の方からいただきます。赤身ですよ、赤身。うん、マグロマグロ。頬肉はマグロの赤身でした。で、頭の部分いただきます。中トロだね。なんか中トロっぽい感じがする。全部マグロに例えられるのは素晴らしい。普通の赤身の部分、メバチマグロみたいな感じ。めっちゃうまい。大トロ、大トロだこれ。しかもね、この大トロみたいなところ割と取れるからね、赤マンボウから。いやーすごいね、美味しかったんだけども、あれはね、正直一人でさばくやつじゃないと思った。チームプレーだね。ということで、次回気まぐれクック、ハイサイ探偵団、釣り岡でしょう、トミックで赤マンボウをさばいてみた。です。それでは皆さん、バイバイキーン。